想定墳糾場の三島神社、クジラ山古墳は愛媛県今治市、馬越町にある古墳、愛媛県指定史跡に指定されている。愛媛県北部、今治平野北西部の総社川、浅川の間にある独立丘陵場に築造された大型古墳である。クジラ山の三名は愛媛面影によればかつては丘陵側までが入り江であって丘陵がクジラに着せられたことに由来するという。 現在までに、墳球場には、安陽寺と三島神社が造営されているほか、発掘調査は実施されていない。墳景は明らかでなく、丘陵全体を古墳とする説では、墳球町約150メートルの前方公園墳で層の谷1号墳を大きく上回ると推定され、公園部部分の実を古墳とする説では、直径約66メートルの円墳と推定される。 噴球表面ではかつて円筒派庭が採集されたというほか、末期が発見されたとも言う。平地に築造された大型古墳という点で重要な古墳であり、被装者は明らかでないが、天正7年の古文書以来を遅刻像のか、地名の墓とする伝承がある。古墳域は1950年に愛媛県指定史跡に指定されている。ありがとうございます。